ミッションラウンドとは、かつてデコポイコンポレーションの研究者の一人、ドクター、バッカム氏によって作り出された姿、形を維持しない、精霊のような存在だ。そして非常識と肯定しないそのプロジェクトは秘密裏に裏で稼働していたようだ。私は日本の妖怪の66尾と呼ばれる妖怪娘の体に取り付いているミッションラウンド2だ。私は保安官となり、共に日常で潜むであろう、ミッションラウンドたちが何かヤバいことを起こしていないかを監視しなければならない。一つでも彼らに油断の隙を与えると、一大事になりかねないのだ。中には大事では済まされないことを引き起こしてしまうミッションラウンドだって存在する。ミッションラウンドは599体存在する中でも随分とキレがある奴らがいろいろといるのだ。ましてや、そいつらはどこかしらファンキーでクレイジーで怖いもの知らずな奴らが多いのさ。そんな奴らを日常に解き放てばすぐさま、この世界こそが壊滅寸前にまで行ってしまうだろうな。その1、ミッションラウンド218。博物館ができたなんてすごいわね。だろだろ。意外とな観光目的としては貧しい感じではあったんだが、これにより客人も多く集めるだろう。こういった博物館が急に建設されて、地元の人たちは驚きに驚いているんだぜ。ふーん、そうなんだ。それでマリサが私をここに呼んだのは、今回できたばかりの博物館を誘ったってことよね。まあ、それもあるな。だけどよ、一つお前にも必要なる調査とやらが何やらがあり、調べてもらうためにここへ呼んだ一つの理由ともなっているんだがな。はあ、調査、博物館に来て調査ってどういうことよ。まあまあ、そんなん慌てるでないぞ横石。あれだよあれ、ここ最近さ、できたばかりでさ、博物館だし、いろいろとすっげえ感じの作品がそこかしこにあるじゃろじゃろ。盗まれたりなんかしたらいかんしな。いやいや、そんなわけないだろうがに。っていうか、警備員の人がいるんだと思うんだけど、そんなこと警備員に任せればいいじゃんか。私らただのお客人よ。なんで客がそんなことせねばならんのか。普通ならばありえない話なのだが、そんなありえないことを何故しないとならないかについてはちゃんと理由があってからだ。そんな、理由なしっこで私がいきなりこんなことを言ったりなんかそもそもしないだろう。はいはい、まあ、するわけないよね。で、その理由とやらは何なのよ。もうくだらない理由に付き合わされるのは一切のごめんとなるわよ。そんなくだらない理由を判断するのもお前の好き勝手だろう。とりあえずな、ここにお前を連れてきた本当の理由はな、ミッションラウンド退治をしてもらうためなのだ。あ、そうだ、マリサ、あそこにとびっきり可愛い話題のアイドルがちょうどこの博物館に遊びに来ているんだ。なんでも博物館で握手会らしいよ。わあ、すっごいよね。はいはい、私はルミアメモさ。今日はとびっきり楽しい、すっごいライブをしたのだけど、今回、ここにすっごい博物館が無事に建設された記念として私も握手会をすることになったの。やったね。みんな、私と一緒に握手しようねー。ねえ、でしょ。そんなことよりさ、私もルミアの握手会がいいわ。で、その話はなかったことにできるわよね。それはできぬぞ。ねえ、マリサ、ちょっとなんで博物館に来たのにそんなミッションラウンドとやらを退治しないとならないわけなのよ。私が一体何をしたっていうわけなの。おい、よく聞くんだ。今回のミッションラウンドはネックから聞いたところによると相当厄介な相手らしいぞ。今回もふざけている場合などではない。だから、お前にも至急に来てもらったわけだ。そんなにヤバいやつなの？それでそいつは一体、どんなやつなの？この博物館に潜伏していると言われているようだ。そいつはミッションラウンド218、ミラージュ、というようだぞ。ミラージュ？それでこの博物館にいるの？本日オープンなのにもうそんな奴が潜伏しちゃってるわけなのか。おっかないじゃないの。そうだ。
それで218は聞いた情報によると、ミッションラウンド209やミッションラウンド341を無理やりその場に召喚したり、人間にまで牙を剥き出したりするやべえやつなんだそうだ。なるほど。それで218は一体どんな能力を持ってるの？そうだな。218は天才とか呼ばれる自分天才意識高すぎ系のミッションラウンドで、自身がどれだけ天才であるかを他人に強く主張し、その他の自己主張が多く、他人の意見よりも自分の意見を優先的にすることが多い。取り憑かれるとそれらの脳細が備わり、まるで天才になったかのようになっちまうんだぜ。また意外と性格が悪くて再犯を起こすことがしょっちゅうあるようなんだぞ。うわぁ？出たよ。そういうどこにもいそうな天才キャラ的な。聞いたところによると多分そっち系がヤバか見えんか。まだ奴はここを離れてなどいないようだ。何よりもこの博物館を離れて遠くにでも行ってしまっては追っ手がつかなくなる。まだ我々の存在すらにも気づいていないようだし、戻ってきた時に捕らえるしかないようだ。なるほど、いわゆる生け捕りってやつかいな。いいんだぞ、小石だけ、任せるってのも。私は昼寝でもしとくからさ。いやいやいや、なんでやねん。だいたい、あなたから呼んでおいてそれはねえでしょうが。私がしたい、からという理由でここに来たわけでもないしで。マリサー、何時間ぐらい経ったと思う？982万3124分3221秒くらいだと思うぜ。そんなに経ってないだろう。っていうかなんでモールス信号なんだよ。わかるかいな。たく、どうするよ。これじゃあ、218は裏でひそひそと動いているかもしんないわよ。じゃ、もう解決したってことでいいんじゃね？ミッションはコンプリート。綱吉はオールナイト夜勤ってことで。もうこれでいいんでないか？おいおいおい。投げやりすぎだろ。つうか、だいたいあなたがミッションラウンド退治とか言って博物館に呼んだのにそりゃ、ないだろう。適当にやっていれば OK と思ったら大間違いだ。ああだもう。だって、寿司が食べたいんですし、寿司に寿司って寿司に寿司寿司したかったんですし、寿司屋で寿司を握りたかったんですし、寿司屋になりたかったんですし。寿司うるせえ。どんだけ寿司がいてんだよ。どんだけいい。もう意味がわからんわ。ぐぬぬ。こんなアホなことはどうだっていいんだよ。218が見つからないんじゃ、踏んだも同然よ。もうこれは最終的にお手上げになるのかもしれないわよ。小石よ。私に一つか二つか三つか四つか五つか提案があるんだが。せめて一つだけにして。提案、それは何よ。もう一層のことさ、ミッションラウンド218を退治しましたって言っておけばいいんじゃねえか？いやいやいや、それはあかんでしょ。あかんとしか言いようがないじゃないか。解決しているように見せかけるのはアウトなんじゃないのか。そんなの絶対、認められないわよ。っていうかさ、そんなことしちゃ、この博物館に呼んでおいた理由そのものがますます意味不明になっちゃったじゃないの。変なことしないでちょうだいよ。あ、そやった。小石よ、悪いんだけどさ、私、別の人物との用事があったんだよね。それ言ってくるから、ちょっとだけ待っててくれないか？あら、そうなのね。わかったわよ。待っててあげる。よし、無事に演劇はできているんだぜ。ふふ、それはそれは助かるよ。それに本当に218があの博物館に潜伏などしているなんていう事実をほら吐いたのかい？もちろんだ。そうじゃないと小石もハマってくれないし。それに私も。ま、売れない映画撮影よりかはミスリードせずに進ませているからね。その分、客寄せも順調なのだ。ところで、一つ疑問なのだが、君はマリサじゃなくてミラージュなのでは？218を逃がしたとか言っていたけど、彼女の体に取り付いているのは君かい？ち、さすがだよな。523よ。勘が鋭いな。その通りなんだよな。
天才だからもはや取り付いていることであろうとわかりもしなかっただろうに。あら、なんだ、そうなんだ、マリサ。え？小石、なんでお前が？さっきの話はよーく聞かせてもらったわ。なるほど、あなたはそもそもマリサなんかじゃなくてそもそものミッションラウンド218だったわけん。天才だから誰にも気づかれないと思った。それにさ、マリサがいきなりボケるなんて思わなかった。変だなと思ってたけど、通りで218だし、探しても見つからないのもそういうことだったわけね。違うんだ。これにはその、わけ、が、